はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、代理行為の瑕疵について解説いたします。今回3項あるんですね。1項2項3項ってあるんですけども、まあ、やや内容が分かりづらいんですね。条文の内容分かりづらいので、一つ一つ解説させていただきます。まず第1項ですね、条文を先に読みます。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫、またはある事情を知っていたこと、もしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。このように規定しているんですね。まずちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、本人がいて代理人がいて相手方がいるといった場合を考えます。で、代理人が、まあ、何らかの意思表示をするんですけれども、この意思表示の効力、これがここの1から6の内容によって影響を受ける場合、この場合は代理人を基準にして考えましょうっていうのが1項の内容なんですね。例えばなんですけども、代理人が勘違いをしたと、錯誤をして意思表示をしちゃったといった場合で、この場合代理人を基準として考えるので、代理人が勘違いをして重過失がないというのであれば、本人は後で錯誤を理由に取り消しをすることができるという内容なんですね。これが1項の内容なんです。勘違いをしているのはこの代理人なんですね。意思表示をした代理人、この人が勘違いをして意思表示をしているんですけれども、その錯誤だったり重過失とか、これは代理人を基準として考えましょうっていうのが1項の内容になってきます。また3番4番詐欺とか脅迫でも考え方は一緒です。相手方から詐欺を受けていた、相手方から脅迫を受けて、で意思表示をしちゃったと、例えば何か物を買いますよって言っちゃった、こういった場合も代理人が詐欺とか脅迫を受けているのであれば、後で本人は詐欺脅迫を理由に取り消すことができるっていう話なんですね。まあ、これが1項の内容になってきます。では次、2項の内容を確認していきます。相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと、または知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。で、2項の内容は相手方が代理人に対して意思表示をした場合の話なんですね。この時代理人が、まあ、知っているとか知らないとか、過失がある過失がないっていうのは代理人を基準にしますよっていう話なんですね。どういうことかというと、例えば第三者が相手方に詐欺をした、騙した、そして相手方は騙されて何か物を売る意思表示をしちゃったと、代理人に対して売っちゃうよと、例えば、時価1億円の土地があって、まあ、騙されて1000万円で売っちゃったとか、まあ、そういった場合ですね。その場合、この代理人が例えば善意無過失だったら、これ契約取り消しできないですよね。この場合代理人が善意無過失だった場合は、これ後で取り消しできないんですよね、相手方この人は。で、一方で悪意だったり有過失があったら、これは後で取り消しができるって話じゃないですか。これの基準もこの代理人が善意無過失なのか、また悪意なのか有過失なのかで判断するよっていうのが2項の内容なんですね。で、これ矢印の向きが1項と2項違いますよね。2項については相手方が代理人に対して意思表示をした場合の話で、1項は代理人が相手方に意思表示をした場合ということで、ちょっと内容が違うんですね。ただ基準となる人は代理人で同じなんですよね。なので、まあ、この点はそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。続いて3項の内容に行きます。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。
もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情については代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする。このように規定してるんですね。で、ここで条文に書いてあった特定の法律行為をすることを委託された代理人って書いてあるんですよね。これは任意代理のことを指しています。つまり本人がある行為を代理に対して委託した、つまり本人の意思に基づいて代理権を与えているっていうわけなので、これは任意代理ですね。法定代理ではないって話なんですよ。法定代理っていうのは本人の意思に基づいて代理権を与えたわけではなくて、法律によって代理人って決まっている場合なんです。例えば未成年者の親だったりとか、成年非後見人の保護者である成年後見人だったりとか、こういった人っていうのはお子さんだったり成年非後見人の意思に基づかずに、もう法律で親親権者とか成年後見人っていうのは代理人って決まってますよね。これが法定代理人なんですけども、今回の参考の内容は法定代理人じゃないよ、この場合は任意代理人なんだって言ってるんですね。で、この場合は本人が悪意だったり有価質だった場合は本人を基準にして考えましょうっていう話なんです。これちょっと具体例考えると分かるんですけども、例えばこれ第三者がいました。で、例えば本人が、まあ、悪い人だったと、ちょっと悪知恵が働く人だったと仮定します。で、本人がボスです。ボスで代理人が手下で、で第三者もいて、この第三者も本人の手下だと考えてください。本人がトップにいて、第三者がいて、代理人がいると。この二人はボスの手下です。で、本人が第三者にちょっとこの相手方騙してこいということで、第三者がまあ詐欺をする人ですね。で、どんな詐欺をするかっていうと、相手方がまあ時価1億円の土地を持っていたと、これをちょっと騙して1000万円で買いたいと本人は思ったわけです。で、本人が直接行くと、まあ、本人はちょっともう悪い人だってバレているからこれダメだということで、代理人を立てて、この人が買い主となって、この人から1000万円で安く買い取っちゃおうと、まあ、言った場合の話です。その場合、まあ、詐欺師、第三者は相手方騙しますよね。で、時価1億円の土地を1000万円で買い受けますよね、代理人が。で、ここで代理人が全く善意無価質だったと。全く知らない。このボスから、本人から、とりあえず1000万円で、買い受けてきてと言われただけで何も知らないって言った場合、もし代理人を基準にしたら、これ善意無価質ですよね。そうすると、相手方は、第三者から詐欺を受けて、善意無価質のこの人に売っちゃったわけだから、これ後で取り消しできないってなっちゃうんですよ。これが法律の抜け穴になっちゃうので、これを防ぐために、もし本人が悪意だったり、有価質だった、つまり第三者が相手方に詐欺をした事実を知っていたり、または知らなかったとしても有価質、過失があった、落ち度があったというのであれば、本人を基準にして考えましょうっていう話なんですね。そうすると、本人を基準にして考えたら、今回の話で言うと、悪意もしくは有価質に当たってきますので、そうすると相手方は詐欺を理由に取り消しができるっていう話なんですね。つまり1項、2項だけでは、防ぎきれない部分を3項で防いでいると、まあ、いった感じなんですね。なので1項2項は代理人を基準にしてるんですけども、3項については本人を基準にしてるんだ。本人が悪意だったり有価質だった場合は、これは本人を基準にして考えましょうっていうのが101条の内容なんですね。これ非常にややこしいんですけども、具体例考えたりするとすごくわかりやすいと思いますんで、ぜひ今解説した内容を理解して頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。個別指導ではこのように理解をしながら、具体例を入れて理解をしながら学習するってことを行っております。なんで比較的短期間で実力を上げていただくこと可能なんで、もし次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。そして弊社行書塾では個別指導を行っております。個別指導では理解をしながら学習する理解学習を実践していただいております。今回も具体例を入れながら理解をしながら学習しましたよね。
このような学習をしておりますので、もし次の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。あなたの受講をお待ちしております。